中村貞は日本のコピーライター、福岡県出身、成形大学経済学部卒業。1980年に外資系広告代理店の JW トンプソンに入社。営業畑を経験するも、宣伝会議のコピーライター養成講座を受講し、翌1981年にサンアドへ移籍。当時サンアードの中心的存在だった。 中畑隆史や笠井香織らの下でコピーライターとしての研さを積み、1982年にはソニーの EG アラームのコピー、誰も起こしてくれない一人暮らし。悪いのは誰だあ、僕か。で TCC 最高新人賞を受賞するコースタートを切る。その後もサンアドに在籍しながら、リクルート、トラバーユなどの広告コピーを担当し、1988年には、 全通衛石。1993年には、桜銀行のキャンペーン広告、ニュースシリーズで TCC 部門賞を受賞。その後も、キリンビール、一番搾りやサントリー、リザーブ、トヨタ、スプチオ、日本審判のコピーや CEF 企画を担当。2001年には、KDDI のデザイニングザフューチャーのシリーズ広告で TCC 最高賞を受賞する他にも、 2003年には18年ぶりにセリーグ制覇を果たした当時の阪神タイガース監督、星野先一が自らでスポーツ紙に掲載した、あしんどかった勝ち組、負け組、そんなんないにや、日本経済のために優勝したんやないで、昨日、球場に来られなかった人たちにもありがとう、などのコピーを手掛けてもいる。現在は電通を退職し、フリーランスに、 宣伝会議のコピーライター養成講座での講師も務めている。最も伝わる言葉を選び抜くコピーライターの思考法2017年3月1日た多数。ありがとうございます。